まち吐きながらキャラデザインに苦しんでるんですけど、先生は衣装デザインのコツとか何かありますか？まあやっぱりゴテゴテしないのが一番か。自分はいろいろあれこれ入れまくってるとすごい様子を絞るというか、後で書くのめんどくせえし。なるほど、差別化を図ろうと変に余計なデザインを取り入れようとしてるとこありました。ありがとうございます。やっぱりね、なんかそこが一番難しいですよね。要素少なすぎると今度モブキャラみたいになる。ゴテゴテいっぱいついてるの可愛いけど、後で描くのめんどくさくなるのあるあるすぎて。書きづらいっていうのもよくないし、そうなんだよな。結構やりかしがちなんだよな。ゴテゴテしたキャラでも人気なキャラはいるけど、書きやすいっていうのはかなり俺にとってはだいぶプラスなんですよ。他の人は知らんけど、シンプルイズベストな自分の中では。書き込んだら正義とかいう感じじゃなくて、まあ、もちろん書き込んだよも好きだけどね俺は。でも書くのはあんまりもうめんどくさいし。ハラシンとかデザインモテモテなのにたくさん描かれててすごい。でも原神はね、なんだかんだ言って分かりやすいモチーフはあるよ。ちゃんともちろん細かいところあるけど、ちょっと省略してもいいパーツはあるっていうか、例えばなんだけどカウちゃんとか、髪型はまあ普通なんだけど、こういうちょっと角あるだけであれなんかカウンっぽいなってなるじゃん、こうやって。とかあと服装もこの胸の部分があってこういう感じで、でここら辺結構複雑だけど、大きいところだけ描いちゃえば割とちょっと細かいところミスってても平気っていうか、あカウンだってわかるんだよ、ね、で肩が出てて、なんかなんとなくこういう分かりやすいモチーフはあるじゃん。こことこことこことここって、なんかそういうのとかは抑えてるよ、ちゃんと。その中で例えばこういう模様がちょっと複雑だったりとかはするけど、ここら辺はもう無視してもいいじゃん。どの細かいところとか、ファンアートであればね。公式だったらちゃんとやんなきゃいけないけど、まあ、そういうのあるから、シンプルかどうかってシンプルで、そういう意味ではある意味。やっぱりシルエットから考えた方がゴテゴテしすぎず分かりやすくなるんですかね。ミニキャラにしても分かるパーツを抑えればいいのかな、まあ、そうですね。あこのキャラだっていうなんかが欲しいです。1個だけでいいんで、まずはで慣れてきたら増やしていく。大きく目立つパーツがゴテゴテだと大変なのかな。まあでもそんなことないけどね、全然省略はできるし、遠目で見てもまあ分かるかどうかっていうのは重要で、 あのキャラだ。細かいパーツまで全部描こうとしちゃう癖あったので良いこと聞きました、うん、そこら辺時間と相談だよね。もちろん細かく描いた方がいいもあるんで、ファンアートだったら俺そこまでって感じ。